konnichiwa. Welcome to Hasora. Namaste. 皆さんこんにちは、ゆきんこです。で、以前こちらのチャンネルでグルガオンでね、オーガニックの野菜や日本食材を販売されているハソラさんのご紹介をさせていただいたんですけれども、リニューアルオープンをされたということなので、今回はね、改めてハソラさんのご紹介をさせていただきたいなと思います。ぜひご覧ください。の場所なんですけど、グルガオンの、ね、中心にあるバイパーケンドラマーケットっていうローカルの、ね、マーケットの中に入ってます。すごく、ね、お店がいっぱいあるので、場所ねちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、ゲートの4番の、目の前に店舗があって、ハソラっていう看板がすぐ見えるので、そこからね来ていただけると分かりやすいかなと思います。で、以前はねパン屋さんのいろはさんと同じ店舗の中で販売されてたんですけど、いろはさんが移転されて、今ねハソラさんは同じ場所で、お店をリニューアルして、独立の店舗で営業されています。改めまして、ハソラの代表の八田舞さんと八田明日香さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ハソラさんはリニューアルされたっていうことだったんですけれども、どんなことがリニューアルされたんですか？ハソラは2023年の2月から念願の独立店舗をオープンする運びになりました。おめでとうございます。私たちはインド生活の中でも本当に、安心で健康な食を皆さんにお届けしたいという思いで、有機野菜の販売から始めたんですけれども、今はワンストップで様々な食材をお届けするということを目標に、お魚やお肉や日本食材、あとは有機野菜を使った、手軽にすぐ食べれるようないろいろな加工食品の開発にも今取り組んでいるところです。あとはお土産として日本に持って帰っていただけるように、コーヒーや紅茶、蜂蜜のギフトセット、あとは本格的なインドカレーがお家で手軽に作れるハソラのスパイスセットと、あとインド各地の、ハンドクラフトを集めたりしております。おすすめの食材をちょっと出していただいたので紹介してもらってもいいですか？はい、ハソラでは手軽に、召し上がっていただけるカット野菜や、インドでなかなか手に入りにくいなめこや椎茸などのキノコ類、豚肉のスライス、餃子、あとはお豆腐、鶏肉や魚介類、お弁当にも使っていただけるような冷凍のトウモロコシ入りのコロッケなどを販売しています。体を壊したりとか、元気がねちょっとない時に、こう優しい味のご飯がなかなか食べれないので、食べれない、なんかそういう時にこう自分たちもね食べたいなっていう思いで開発をした、こういうトマトスープとか、お野菜がねたっぷり入ったもうけんちん汁とか、こういうこう商品も今作っています。これハソラさんの野菜を使ってるってことですね？そうです、有機野菜。そう、なんか使ってもねこう全部有機野菜だし、添加物は一切使っていないっていうことはすごいこだわって開発しています。カット野菜とかすごい便利ですよね。サラダも全部カットされてて、このまま食べれるんで、サラダは、そう、これもちゃんとね浄水で洗ってあるから、袋パッと開けてもうすぐ食べれて、7種類くらい入ってるから、野菜不足になりがちなインド生活でも、もりもり野菜食べてもらいたいなっていう感じで作っています。あとは味噌とかごまとかお醤油の特製ドレッシング、ご飯にのせたりとか、ちょっとこうつまみとかにもいいこうネギ味噌だったり、これはハソラさんが独自で作られてるってことですか？そうです、すごい。オーガニックの野菜、そっちの、ね、冷蔵庫に入ってるんですけど、その他にこういう、ね、お肉とかお魚とか、加工食品とかも購入することができるので、便利にワンストップで届けられるように今取り組んでいます。
今ちょっとそのカフェスペースで撮影させてもらってるんですけど、カフェでどんなものを取り扱ってるんですか？有機食材、有機野菜を使ったいろんなこうメニューを今考えていて、うん、例えばスムージーのリンクであったりとか、今ちょっと寒い時期なのでハーブティーとかあったかいドリンク、いっぱい野菜が入ったたくさんこうサラダであったりとか、うん、こういうこう照り焼きチキンだったりとか、うん、そういうお寿司とかそういうものも始めてやってます、うん、テイクアウトもできるので平日仕事帰りに寄っていただいて、こういった照り焼きチキン丼とか親子丼とか持って帰っていただいて手軽に召し上がっていただけるメニューも用意しています。副菜が3種類と、メイン1種類で日替わりのカソラ弁当ということで、ゆきの野菜いっぱい使ったお弁当も今販売してます。お弁当は前日までにご注文いただければ、うん、その翌日のお昼か夜の、うん、宅配もしくは店舗でのピックアップがこちらも可能です。オンラインからオーダーする？オンラインから注文が可能です。お昼注文の時は備考欄にお昼宅配希望、お昼のピックアップ希望って記載をいただければ、うん、お昼も今は子育ての宅配ピックアップをしています。はい、美味しそう。すごい。お惣菜のメニューの開発も進めていて、うん、こういう肉じゃがだったりとか、あとはきんぴらだったり、和食を中心としたお惣菜も今ハソラでは販売をしています、うん、店舗の販売は今は週末のみなんですけれども、週替わりのメニューで店舗での販売と、あとはオンラインでのご注文が可能なので、惣菜はめちゃめちゃ嬉しいと思う。嬉しい。なかなかね、だってこんなねちょっとした量ね自分で作るってめんどくさいし、気軽に買えたらすごい嬉しいと思う。助かる。私特別に試食させていただけるっていうことだったので、いただいていきたいなと思います。いただきます。ベジファーストいこう。サラダ、さっきねご紹介してくださった特製のドレッシングかけてもらいました。うまいドレッシングが、野菜がすごい綺麗。さすが。もうドレッシング欲しい。カフェメニューの照り焼きチキン、うまそう。チキン、美味しい、味付けがね濃くなくてね、めちゃめちゃ美味しい。もうちょうどいい。うまい。惣菜嬉しい。これつまみに焼酎飲みたい。きんぴら、レンコンと人参の最高。レンコンシャキシャキ、肉じゃが、おいしい。お肉はねチキンが入ってます。うまい。ちょっと昆布茶飲む。そして日替わり弁当、今日はね、なんだろう、エビとかイカとか八宝菜かな。うまい。最高。なんかどんどん健康になってきた気分になってきました。そらさんの野菜とか食べてて、手軽にね体にいいものを食べれるっていうところがすごいいいところかなと思いますね、なかなか自分でこういう用意はできないし、健康になりました。はい、でちょっと改めてハソラさん の商品の注文方法なんですけど、もちろんねこちらのハソラさんも店頭に来て購入されることもできるし、オンラインで注文することも可能です。で今ねグルガオンのにお住まいの方は、休みなくね毎日、配達していて、昼のね12時までにオーダーしたものに関しては当日の夕方以降に毎日配達してくれるそうなので、その日欲しいみたいなものがあったら12時までに注文していただければ当日、手にすることができるということになっています。でデリーは、週3回配達で、あとニムラナも、ね、週1回配達してるということだったので、ぜひねそちらにお住まいの方も利用していただけたらなと思います。今日は今年リニューアルされたオーガニック野菜や日本食材を取り扱うハソラさんのご紹介をさせていただきました。ハソラさんありがとうございました。今日は来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。